ケメロボは、ロシア連邦の都市。シベリア連邦管区に含まれる、ケメロボ州の州都。人口は52万400人。ケメロボは、モスクワから東に3482キロメートル。ノボシビルスクの北東に位置し、トム川に臨む。北緯55、27度統計86、03度。ケメロボ国際空港を有する。 シベリア鉄道の視線が通り、石炭産業、化学工業や肥料製造、製造業などが盛んな重要な工業都市。ソビエト連邦の解体後は、工業生産が激減し、失業率が高くなっている。1月の平均気温はマイナス18度、7月の平均気温は20度。年間の平均降水量は420ミ、mm、リメートルで、あり、となっている。 夏でもそれほど暑くないと言われているが、1953年7月1日に最高気温摂氏37度を記録している。しかし、1976年以降は摂氏35度以上を記録したことはなく、厳しい暑さに見舞われることは多くない。1657年にトムスクから崩れつく要塞への中継地点として建設された。 1701年にトム川砂岩にシチェグロボと呼ばれた集落が形成される。1859年には、現在のケメロボの場所にシチェグロボ村、ケメロボ村を含む7つの村があった。1721年に石炭が発見される。1907年に最初の炭鉱が、また、1916年には、化学工場が建設された。 1917年のシチェグロボ村の人口は約4000人。鉄道の開通により急激に発展し、シチェグロボは1918年にシチェグロフスク市として登録される。ケメロボ村はその一部となった。1932年、シチェグロフスクはケメロボと解消され、1943年にケメロボ州の州都となった。 2018年3月26日、市内のボーリング場などを含む複合商業施設で大規模な火災が発生。消防設備や従業員の行動の不備も重なり、子供41人を含む64人が死亡する惨事となった。火災を受けて、同年4月1日、州知事が責任を取る形で辞任している。大気汚染が深刻化する傾向にあったが、 2019年には、市内で、大気中に放出された石炭の微粒子により、変色した黒い雪が降った。州知事は、同年26日、地元の石炭処理工場が原因であり、住民を殺しつつあるとして、工場の一時閉鎖を命じた。ケメロボ国立大学、クズバス国立工科大学、ケメロボ医科大学、ケメロボ芸術大学、 ケメロボ農業大学がある。ケメロボは以下の都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。